僕の名前はアナキン・スカイウォーカー。プロゲーマーを目指す小学3年生だ。僕は今日やりたいことがある。それは仮病で学校を休むこと。今日は新作ポケモン、そう、うつの発売日だ。今日ずる休みをしてめちゃくちゃ進めてクラスの奴らにマウントを取りまくりたいのさ。だがそれには乗り越えなくてはならない最強の壁がある。それはもちろん母だ。学校を休むためにお母さんに電話をしてもらわないといけないし、お母さんは頭が痛い、腹が痛い、顔が痛いとかそんなんじゃ休ませてくれない。つまり必要な体調不良は熱。熱という確実な証拠を出せばさすがの母も休ませてくれるってわけさ。つまり僕のミッションはただ一つ、熱を偽装して学校をサボること。めっちゃ大丈夫。そう、じゃあ後で熱測りに行くからベッドで寝て待ってなさい。ああ、うん、ああ、ダジョリー、うわー、ダジョリー、ダジョリー、ダジョリー。ああ、私はアナキンの母、私は気づいている。あの子が仮病を使って学校を休もうとしているということに。なぜ気づいたかって、そりゃあのバチクソ下手くそな演技を見れば一目瞭然よ。本当は今すぐにでもしょっぴきたいとこだけど、元 FBI 的に確実な証拠がなければ証拠不十分で逮捕できない。つまり私のミッションはただ一つ、あの子の仮病の証拠を抑えること。うちの温度計は一度消しても一番最後に測った体温をもう一度表示してくれるタイプ。よっしゃ。アナキンちゃん、体調はどうなの？うわー、やっぱりやばいよ。ほら、こんなに熱あったよ。アナキンちゃん、これいつ測ったの？今さっきだよ。アナキンちゃん、もう一回測ってみて。え、もう一回？本当に熱が出てるんだったら何回測っても同じ温度で出るはずでしょ。体温計をアホみたいに擦りまくって体温を偽装していない限りね。うん、分かったよ。すぐ下がるな。二度測りなんてお見通しだ。さっきのは体を目にも止まらぬ速さで振動させることで体温を上昇させる技、シバリングさ。まああれはやりすぎると腹を壊すからもう使えないけどな。あの子なかなかやるわね。でも残念、次こそは確実に仕留めてみせるわ。なんか腹減ったな。
何やってるの？いや水を取りに来ただけだよ。そう、で、熱は下がった？いや、まだかな。ほら、確かに、55度もあるわね。そう、とんど上がりっぽうなんだよ。ちょっと、手で熱を測ってもいい？いや、お母さん、やめた方がいいよ。やけどするよ。いいから、触らせなさい。熱をあげないと熱湯を浴びる。いや、それじゃやけどしまう。何かないか、何か。デスソース、ありがとうございました。これはすごい熱ね。じゃあゆっくりお休みなさい。そうすればきっとすぐ治るから。お母さんは戦場でそうだったな。体温計をハッキングした。アナキンちゃん、体調は大丈夫？オカリと地球グミ持ってきたわよ。いやー、全然だよ。見てこれ、92度。さすがに温熱ね。でしょー。母もこの超温熱なら休ませてくれるだろう。じゃあポカリと地球グミ飲んで、そしたらすぐ良くなるわ。は？じゃあここに置いとくから、しっかり栄養をとって休んでね。くそー、ハーメン、戦場にいたせいで熱に対する感覚がバグってやがる。これはもう自分で電話するしかない。というと、あのかぐや姫の昇天、かぐや姫を昇天しちゃいます。はい、ということでじゃあやっていきましょう。教科書の方はじゃあ14ページ開いてください。今先生、ちょっとお花摘みに行ってきます。何言ってんのお前、そんなもん我慢しろ。トイレっつってんだよ。おう、大方行っていいぞ。ごめん、パドメ様、ちょっと手伝ってほしくてさ。はいはい、それで学校で休みして気分はどう？ああ、全然学校休ませてくれなくてさ。そうだ、そうでしょ、あのお母さん様ね。で、私は何をすればいいの？それがさ、母が全然電話してくれそうになくて、自分で電話しようと思ってんだよね。パドメ様、ボイスチェンジャーやってよ。でもそれにはお母さんのボイスデータが必要。なるほど、で、それはどうやって手に入れる？今 LINE で送った部署、お母さんに読ませて。無理だよ、こんなの母に読まされられるわけない。じゃあお母さんのモノマネでもせいぜいしてみれば、どうせできないでしょ。は？できるし。じゃあやってみせて。
あ、もしもし、アナキン・スカイウォーカーの母ですけど。下手くそ、無理なら学校来る、休みたいならやる。分かったよ。それじゃ、作戦決行ね。ああ、お母さん、地球組もう一個もらっていい？うん、いいわよ。あ、そういえばお母さん、変なメールが届いたんだけど、これ見てみてよ。何？何これ変なの？変なサイトばっかり見てるからよ。ブロックしときなさい。ダメだよ、全然読んでくれそうにない。普通に頼んでも読んでくれなさそうね。日本語じゃ無理だよ、英語とかじゃダメなの。あ、別に英語でもいいよ。いいのかよ。まあ言ってることは変わらないし、うん、じゃあ送っとくね。ああ、分かった、やってみる。お母さん、今英語の勉強してるんだけど、ここなんて読むか分かんなくて。お母さん英語できるでしょ。もちろんよ、私はアメリカ育ちだからね。貸してみなさい。 We'll surely resist them too. With our fucking fists. 21 years old. って何よこの文章、意味わからないわ。あ、いや、なんか最近リスニングテスト持ってきたんだけど、なんかバトルものみたいな感じで。っていうかアナキンちゃん、熱はどうしたの？まだ音声レーダーできてないよ。え、はい、もしもし、タトゥーイン小学校です。ああ、切っちゃダメ。うちの学校は日本人を分かってきたら徹底的に相手を洗い出すまでやめないシステムになってるの。今切ったら大王先生と兵隊が花木君の家に押しかけてくるわ。じゃあどうすれば。今やってるから時間稼いで。おい、何言ってんの。ああ、どう、小学校に、昨日ですね。お前誰だ。くそ、誰なんだ。くそ、アナキン君上がったよ。あ、すいません、3年2組アナキン・スカイウォーカーの母です。ああ、アナキン君のお母さんでしたか。ちょうど電話しようと思ってたんですよ。うちの息子の件なんですけど、ちょっと高熱を出しちゃって本日お休みをいただきたいんですが。そうですか、そうですか。で、なんでその高熱を出したアナキン君が今電話をしてるんですか。お母さんの声で学校に電話して、何してるの。どうした、アナキン君。落として、アナキン君、アナキン君。